こんにちは。都屋書房がお送りする蒲手の道百科。今日はここに咲いている都草を紹介します。いっぱい咲いてるよ。都草の学名はロータスコルニキュラタスバライエティヤポニクス。ロータスコルニカルコルニキュラタスバライエティヤポニクスです。ね、花が茎のてっぺんに3つついてます。これ今からですね、つぼみ、リチギに3つ、これなんか3つですよね。3つついてます。つぼみが3つ。ミヤコグサというのはこれ、普通このてっぺんに1個から4個の花がつきます。これなんか3、3つついてますね。これ2つ、これ2つですね。だいたい3つついてるんですが、都草の名前の由来はいろいろ言われてますが、僕が思うにこの3つの小さい花、3つのやや子がついてるから都草って言うんじゃなかろうかなって思ったことがあります。種はこんな風に割と直線的な種がね、実がなります。で、弾けるとだんだん真っ黒になっていって、こんな感じですね。真っ黒になっていって、で2つに裂けて、あ、もうこれは裂けてるのね。もう裂けていて、くるくるっと巻いてます。さえがくるくるっと巻いてる時に種を飛ばすということになってます。そういう仕組みになってます。